はい、こんにちは、こんばんは。この動画ではですね、徳島県の、聖地ですね、聖地巡礼動画の、ね、にもう一つ動画加わるという形で、やっております米津玄師の、紅白で、中継で、ね、歌った場所がある大塚国際美術館の方に、入っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で中見ていこうと思うんですけど、なんか写真は撮ってもいいみたいなんですけど、動画は撮っちゃあんまりダメだよとか、なんかちょっと細かいことあるらしくて、入る前にチケット買う前にちょっと聞いてからね入ってみようと思います。で動画撮っていいんだったらちょっと撮ってそれ皆さんにお見せしたいと思います。動画撮れなかったらちょっと僕のね見た感想とか口頭とか、なんかホームページとか載ってる写真とかからなんか持ってきて使うような形になると思います。じゃあ行っていきましょう。なんか撮影 OK でしかも乗せてもいいってことだったので、行こうと思います。でもいきなり、ね、入り口の階段のエスカレーターからすごいんだから見てもらおう。なんかいきなりからすごいじゃん。まあじゃあ米津玄師がいた場所を目指しましょう。入ったらねマップガイドがあったのもらいました。でこう見るといきなりね多分あれかなっていうのが見えますね。で隣になんかカフェがあるんだけど、あそこねもう思いっきりなんか米津玄師の曲かけてますね。もう今日ファンが来るっての分かってるわけだからね、やっぱお花出してるぐらいだし。やっぱり場所はここで合ってたみたいですね。もういきなりから正面から来ちゃう。でよくよく考えてみれば、さっき映した、すごい映ったエスカレーターのとこも、映像で使われてたかもしれない。ちょっと覚えてないけど確かそんなだった気がする。で僕の今の後ろのところにね皆さんの、よく見たことのあるものが見えるかなと思うので、これ、見に行ってみようと思います。はい、こちらになります。レモンのメガジャケと、あと紅白の時のイメージ画像ですね。よくやってみましょうか。紅白歌合戦中継会場第69回、2018年、もう5年前なの。あれイメージって書いてあるね、ここのところに。でこれ米津玄師がいるように見えるじゃん。これ微妙にねなんかフォトショーかなんかで作られたイラストなんですよね。てかこの美術館の実写の背景にこのステージをね後からイラストで重ねてるんですよね。ほんで、レモンのジャケ写、ちょっと画面を隠しようになります。でっかっ、ガチでかい。でその下に、説明の文章が書いてあって、日本語、英語、中国語、韓国語かなで書いてありますね。ちょっと読んでみましょうか。 93×93cm、 でっか。レモンは TBS ドラマアンナチュラルの主題歌として書き下ろされ、大切な人を失った悲しみや喪失感を痛切に歌った楽曲。制作にあたっては自身の肉親の死が大きな影響を与えたという。胸に残り離れない苦いレモンの匂い、切り分けた 果実の片方のように今でもあなたは私の光と綴られた歌詞。そしてジャケットには一つのレモンが儚くも力強く実る姿が描かれたと。おってか、米津玄師は音楽家イラストレーターということで紹介されてますね。なんかここが大塚国際美術館の通用口というか、なんかその、スタッフさんが入ったりとかする、一般の人が入れないところらしいんだけど、
紅白の演奏の時に米津玄師が演奏して終わった後、なんか地元の人の話を聞くに、その大塚国際美術館にあれね、あのリアルタイムだったから集まってきて、入り口のところで米津さん待ってたんだけど、けど、まあ当然だけど本人はそんなファンのところにいるところに行けないから、裏口のこっからね出てきたっていう話らしいです。だからみんなそんなの分かんないから、知らないから誰もね米津さんに会えなかったっていうことみたいです。はい、いかがだったでしょうか。大塚国際美術館の僕が一番見たかった、まあ名前がなんだ、システィーナ礼拝堂だったかな、見てきました。あそこにこうステージを作ってろうそくを立てて、その正面がねちょうど入り口のところの、ろうそくの階段になってたんだけど、そこの階段をねこうろうそくでこう上がっていって、カメラが追っていって、台があって礼拝堂があって、米津玄師がいて歌うみたいな、そういう構図だったのかなと思います。迫力があるね、やっぱり壁一面にこう なんていう、僕も芸術的なそういう美術のさ、その知識とかないからあれなんだけど、まあなんかこう塗ってあんのかな、あれって天井見ると微妙に剥がれてるところとかもあったから、うん、まあ塗ってあるのかどういう装飾なのかちょっと僕は分かんないですけど、まあ一応見てきました。まあファンとしてはね、一応まあ米津玄師がね公式にここにいたっていう場所ですから、やっぱりね見ておいた方がいいだろうなということで、見てきました。うん、でこの大塚国際美術館というこの場所は、そのシスティーナ礼拝堂が、ね、入ったら目の前にいきなりあって、そこで、ね、迫力がすごくて、そこにこうなんて引き込まれて、そこにベンチもあるからさ、ずっと座って見てたくなっちゃうんだけど、実際はもっといっぱい見るものたくさんあってね、まあ、僕もちょっとだけ、本当に入り口に近くにあってちょっとだけ 見てきたので、皆さんにそれをね本当にちょっとだけ流してるかもしれないですけど、本当本来ならば 朝から来て夕方ね終わる頃に帰っても、もしかしたら見終わらないかもしれないくらいの量の作品が展示されてるらしいんですよね。僕がこうやってちょっとここにいるだけで、あそこにもねこうあるわけですよ、こう絵とかね、絵なのか分かんないけどあるわけですよ。だからって考えたら、もうマジで本当そうなんだろうなっていう、もう見切れないではあるんだろうなと思うから、まあちょっとね僕今回はね、僕の体力的にもそうだし、まあ、時間的なものもあるし、ちょっとね全部というか、まあ、できる限り見ようかなっていう気もしたんだけど、ちょっと厳しいだろうなってところで、ちょっと僕はこの入り口付近にあるものだけでリタイアしようかなと思います。だから僕はこの動画を撮り終わったら、バスの時間をね、もうちょっとというか、もうしばらくしたら来るんですけど、まあ、バスに乗って、徳島駅に戻ろうかなと思いますね。アスティの方に行くのかなと思います。いや、この動画でね、あの冒頭の部分であったかもしれないですけど、視聴者の方がわざわざねアスティ徳島で会ってね話をしてて、家がそっちの方だから行くとき連れてってあげようかって言ってくれて、車で連れてきてくれて本当ありがたかったですね。そのおかげで時間が短縮できて、まあ渦潮も見に行けたし、このね大塚国際美術館も来ることができたんで、すごくありがたかったです。本当にありがとうございます。まあ、この動画がいつ出てるか分かんないですけどね、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。で僕はねこの後、まあ、ちょっとここでね、まあ、この中涼しいんでね、ちょっと休憩してで帰るっていうか駅に戻ろうと思います。まあ、皆さんツイッターとかインスタに写真を僕も載せるんですけど、写真とか動画載せたり YouTube にね動画を公開したりするんですけど、皆さんたくさん見ていただいてね、いいねとかリツイートとかしていただいて本当にありがとうございます。ぜひね、もっとね、たくさん出していくんで、まだ出してない素材とかもいっぱいあるんですよ。実は動画系がほとんどなんですけど、出してない素材がいっぱいあるので、それをね出して皆さんにいいねとかね、いいねと思ってもらえるようなそういうものを出して、みんなにまたいいねとかリツイートとかしてもらいたいなと、そういうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい、尺がどうなってるかちょっと僕今確認できないので分かんないですけど、一応今日の動画はそんな感じで終わろうと思います。終わりがこんな後ろコンクリなのかよって感じですけど、ちょっと疲れて動けないんで、そんな感じで終わろうと思います。大塚国際美術館でした。視聴者の人に連れてきてもらいました。楽しかったですね。まだもうね、まだね、僕の今回の徳島に来て一番 の目的であるライブっていうのがまだ終わってない段階で、こんだけ楽しめてるんだったら、もう文句ないでしょ。じゃあこの動画は、この辺で終わろうと思います。大塚国際美術館でした。ありがとうございました。よければね、この動画見てね、チャンネル登録していただいたりとか、いいねボタンとかね押していただけると非常に嬉しいです。動画のね、いいねは50件を目標に最近は制作しておりますので、ぜひね、50件いいねを押してもらえると嬉しいです。じゃあこの動画は終わろうと思います。
ここまで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。はあ、このエスカレーター路側がいっぱいだったんだよね。最初気がつかなかったわ。